敷島公園群馬県立敷島公園サッカーラグビー場群馬県立敷島公園サッカーラグビー場は群馬県前橋市の群馬県立敷島公園内にある球技場。施設は群馬県が所有し敷島パークマネージメント JV が指定管理者として運営管理を行っている。1966年に竣工。 グラウンド面積12,421平方メートル。2,800名収容のメインスタンドの他は3方が芝布石。スコアボードは手動式で、ナイター設備はなし。サッカーでは、天皇杯 JFA、全日本サッカー選手権大会や群馬県サッカー、協会長バイサッカー大会の試合会場で使用され、その他にも、 ジャパンラグビートップリーグなどの公式戦でも使用されている。2005年にザスパクサツ群馬が主催ゲームを開催した時はバックスタンドに仮設の座席を設けて対応した。本来は J リーグ開催基準と照明等が必要を満たしていないが陸上競技場改修中につき特例で開催が認められた。かつて 日本フットボールリーグに所属していたアルテ高崎の主たる試合会場の一つであった。現在は関東サッカーリーグに所属している都内前橋の主たる試合会場の一つとなっている。県の自主財源確保を目的として2018年9月から四季島公園内施設の命名権を募集。サッカーラグビー場については名称に群馬または 四季島のいずれかを使用する、年額100万円以上、契約期間3年以上の条件で募集したところ、前橋市に本社を置き、介護事業を展開する株式会社アースケアがこれに、応募、アースケア四季島サッカーラグビー場の名称を使用することになった。期間は2020年12月1日から2024年3月31日までの3年4ヶ月間。 ありがとうございます。